ボリス・ウラジー・ミロビッチ・アンネンコフは、ロシア帝国、白軍の軍人、少将、コサック。1906年、オデッサ陽年団。1908年、モスクワ士官学校を卒業。第一次世界大戦に従軍し、1915年から1917年の間、パルチザン市隊長、シュベリアコサック市団パルチザン連隊長を務めた。1918年3月、 オムスク近郊のアタマンスカヤで非公式に創設されたシベリアコサック管区のアタマンに選出される。事後、白軍運動に身を投じ、部隊と共にオムスクに移り、パルチザン死体、師団を創設した。1918年1月、シベリアのシャラポフスカヤに駐屯。同年3月12日、ソビエト当局に対して決起し、3月19日、オムスクを襲撃。この反乱は、 5月までに鎮圧され、オムスクは再びボリシェビキの手に渡った。チェコ軍団の反乱後、アンネンコフの部隊は勢力を回復し、1918年6月から11月の間、西シベリアでボリシェビキと戦った。1918年8月、スラブゴロドで放棄し、ボリシェビキを虐殺した。アンネンコフの部隊は、同年10月まで、 ウラル戦線で戦い、10月23日、セミレーチエコサック軍のアタマンの指揮下に入った。1919年5月、部隊と共にカザフスタン、セミレーチエに移り、同年10月、配下部隊をアタマンアンネンコフパルチザン師団に改編した。1919年8月、アレクサンドル・コルチャークにより、独立セミレーチエ軍司令官に任命。赤軍に敗れた後、 1920年5月27日、部隊と共に中国に渡り、ウルムチに駐屯した。中国当局により逮捕され、刑務所に収監されたが、日本とイギリスの助けにより1924年2月に釈放された。1926年4月7日、ソ連内部人民委員部のエージェントにより誘拐され、ソ連に連れ出された。取調べは2年以上にわたり、 内戦時の残虐行為で死刑を言い渡された。1927年8月24日、セミパラチンスクにおいて重殺。ありがとうございます。